日本のラグビー自体どうでした？やっぱ社会人でいうと2003年からトップリーグが始まって、はい、だいぶ変わりましたよね、はいはいはい、もう全国リーグですからね。あ昔は、まあ、関西、うん、関東、うん、九州ってやって ねあれはあれで味があってすごく面白かったんですけどまあ僕らはどっぷりその頃で、そうですよね。でワールドとこう争ったりね、そういうのをトヨタと争ったりね。昔にそれこそ昔話じゃないけど、社会人大会も高校ラグビーと一緒で一日おきにやってたんだよね。そうでしたね。父親の宮で一日に4試合とかやってましたもんね。朝から夕方まで。朝から夕方までやって。そうでした。うん、グラウンドズルズルでね、うん、僕ら入った時に、うん、あの連戦ってこんなきついんだと。最初早く負けてたけど、なんか3つ目ぐらいになったらめちゃめちゃきついんだよ。やっぱ本当に優勝してるチームはうまかったね、うん、なんか疲れないラグビーをいかにやるか。あそうなんですね、うん、トップリーグができたってやっぱすごかったですか？すごいですよね、うん、まあ、すぐに効果が出たかと言われると、うん、日本代表に、すぐには還元されてないので、うん、もちろんそうじゃないんでしょうけど、うん、あれって何ですか、宿田さんなんか宿田さんですね、放送したんですか？はい、でそれまで3地域でしたもんね。3地域でした。3地域なんて、うん、ちょっとリーグによってこうなんか、うん、ね、九州とかこう強度がそうですね、あの低かったっていうかね、うんうんうん、まあ、全国大会のレベルを毎週やろうっていう発想だったと思いますね。そうですね、それやっぱこうあれかな、やっぱり強いチーム同士でやらせる、そうだと思いますよ、うん、だいぶ増えましたもんね。だからね、強豪とやるのがね、神戸製鋼、まあ、そうですね、こっちの NEC とか、そこになっちゃったら僕はもうプレイヤーじゃなくなってる時代なんだね、はい、はい、あそこからこう変わったんじゃないですかね、日本ラグビーも、日本ラグビー、うん、それで、ね、昔はやっぱりこう学生ラグビーが主力っていうか、こう人気っていうかファンの人がねよく見てたものが、うん、まあ、神戸製鋼の長い間とか、うん、そういうのがあってどんどんでトップリーグができて、うん、地域密着、まあ、しましょうっていうのが、うん、まあ、当時から少しずつ言われるようになって、うん、人の目も向くようになって、うん、一流の外国人選手がねたくさん来るようになって、うん、うん、そうですね、はい、今はすごいけど、うん、ね、海外に外人選手あんまり日本で根付かないって言われてたんですよね、うん、そうですね、うん、だからそれちょっと変わったのも実は神戸製鋼にこう我々が来てイアン・ウィリアムスが出したぐらいからかな、うん、ですね、うん、ですよね。あの試合面白かったですよね。あはいはい、うん、まあまあねあんなことがあるんだっていう、うん、ロスタイム結構長かったけどね。いい時代ですよ。だから TFO とかね。TFO ない。そういうのないじゃないですか。ないな。もうそのまんまですからね。じゃあ今年のワールドカップはあのカードがどう出るかってことがすげえ、うん、今本当にあれじゃないですか。うん、それによって勝敗決まるみたいな時代になってきて、うんうんうん、だからそのルールも安全もちろん出ないとダメなんだけど。うん、僕ら昔見たら、うわ、ナイスタックルってすごいいいプレーだと思うのがピップカードだったり、ね、カードですね、うん、カード多いですよ、多い、ちょっとどうしていくのかなってね、うん、そんなのもあるし、だからあれメンバーチェンジが認められたのがどの頃でしたっけ、あれいつからですか ね、昔はね、ずっとだからベンチで最後までいるって人たくさんいましたもんね、うん、だって怪我しダメだって言われたら変われたんですよ、うん、僕らの頃はね、うん、その前は怪我しは減ってた時代だったでしょ、そうですね、うん、だからキャプテン氏のレベルだったんだけど、うん、それが今度はこう戦略的交代を認めたっていうね、うん、だから15人でやるスポーツなくなっちゃったっていう、もうそうです、22人、23人のスポーツになったので、そうなんですね、はい、それってものすごく大きいです、ラグビーのね、うん、変化でしたね。やっぱこれもこうラグビーのプロ化になって、うん、やっぱそうなると交代が認められないとどんどん質が落ちていくじゃないですか、うん、怪我人が出たり、なるほど、じゃなくてもう常に一番いい、うん、レベルでプレーを見せるっていうことにしてるわけですよね、うん、ラグビーは。でこうプレーする側のからまあどう見てもらうかっていうふうにね、うん、やっぱそちらに行かざるを得ないっていうか、うんうん、まあ、その道は歩み始めたけど、そうですね、ラグビーも、うん、あ、それワールドカップができた時にその道の方向へ、まあ、来たわけかもわかりますね。そうですね、もう本当に見せるラグビー、見てもらうラグビーになっていったので、うんうん、だからセブンズも前は大会の決勝って10分ハーフだったじゃないですか、決勝だけ、はいはい、それがやっぱり7分ハーフにしたんですよね。お、疲れ切ってる時に10分ハーフにするとクオリティが落ちるので、なるほど、それはもう7分にしようって、そうなったもんね。あれはきついですよね1日の足は。そうなんですよ、はい、だから本当にもうあのクオリティ、いいクオリティで、うん、ラグビーを保つためのルール改革だったり、うん、そういうのが
なされてますよね。うん、あそういうのがこう2000年代の、うん、まあ2000年に入ってからですね、まあ、そういう感がより強くなっていったのはね、うん、ラグビージャージがパツパツになったのも2000年に入ってからですから ね、 ね本当だ、はい、リフティングとかいずれしかね、あれはね90、うん、それはもう5年ぐらいから、あそうもうできてたんだ、はい、でもサポーティングって呼んでたんですよ、 あくまでも飛んだ人を支えるぐらいの感じだったんですけど、はい、持ち上げちゃダメだとか、はい、まあグレーゾーン、グレーゾーン、ね、はい、ああなるほど、うん、90年の頭ぐらいから海外で合宿やったら、うん、みんなやってました、やってました、やってた、やってた、これをやって、うん、ただ日本でやったピットはで逆だろうと、うん、日本こそあれ推奨しないから、うん、こうルールをどう持っていくかっていうセミナーをみんなやってたけど、うんうんね、大変ですよね、ロックだったらね、ロックはじゃあ海外の選手とやるとほとんどタバトルやろう進めてどう動かすかっていうね、だから本当はなんか日本がそういうのを推奨してもっと考えてね、いろんなことをやらなきゃダメなんですけど、うん、日本のレビューが一番、うん、あの厳しいっていうか、うん、それ反対だろうと思うんだけど、うん、まあ、そんな意識もなかったことで、そうです ね、 ね、まあ、どんどんそのラグビーがこう進化してっていうか、うん、日本のラグビーが変わってき始めたら、うん、指導者で海外の人が来るようになったじゃないですか、うん、そうですよね、それが大きいですよね、もちろん選手が来るのも大きいんですけど、うん、指導者が来て、うん、日常からどんどん変えていってくれるっていうのは、うん、あのリフティングもだし、うん、あれだけどやっぱゲートができたっていうか、あ、そうですね、もうあれで質、うん、全然変わったけど、うんうんうん、昔どっからでも行ってますもんね、どっからでも行ってた、だから僕ちょっとそこのもっと昔の自分がやってた頃の話になるけど、あのフォーマセコラグビーって新しかったんですよ、うん、ところがねやっぱりあのサントリーでね、うん、津田がやった、うん、津田の会長だけど、うん、で、まあ、エディ・ジョーンズなんかもね、うん、あれしたあの決め事で、はいはい、シークエンスとかいう言葉を使った時代もありましたね、そうそう、だからそこまでもう本当トップスピードは、うん、走ってて球出して、はい、4時攻撃ぐらいからオプションまでみたいな、うん、ラグビー負けたじゃないですか、うん、僕らタッキングラグビーやってて、うん、でその後でもこうゾーンで守るっていうか、うん、三洋がね、そうですね、あの、宮本が監督の時に言ったラグビー、はいはい、で、あのラグビーのこうなんか流れが続いてるような気がするんだけど、うん、どうですか、ラグビーのその流れ、まあ、そもそものラグビー、昔は、うん、かわし合いだったじゃないですか、うん、できるだけ相手に当たらないようにトライ狙ってたわけじゃないですか、うん、で今はもうとにかく当たって、それで疲弊させたり、ほころびができる、それを待つ、まあでも僕らね、工場でやってたのは、うん、フォワードが縦に2つ出たら、うん、出たらディフェンスも崩れたんですよ、うん、そうしたらマーシャ取れるっていう、うん、まあそうですね、これがもう頭にやって人が集まってくるので、そうそう、集まってくるから、ね、基本あれですよね、だからオーバーラップっていうことで、うん、横文字で言うとそういう、うん、余らしてるってやつですよね、昔はやっぱり余らさないと、はいはい、勝て取らない、トライ取れないとか、そういうラグビーだったと思うんですけどね、今やっぱりこう、うん、いかに人を集めるんだとか、うん、だって今フォワードが両端にいるじゃないですか、いますよ ね、 ね、残ってない、ね、ボードでね、僕ら怒られてたからちゃんと入れって言われてもね、置いていかないと怒られる、うん、もうそれがもう全然今もう前5人はこのゾーンだけ動くんだとか、そういう、まあ、それがこうより赤楚になりますよね、うんうん、まあ、ラグビーでもまあぐる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 回るんですよね、うんうん、こう昔やってたことが今新しくなったり、あ、そういうのはすごくあると思います、うん、ただ、うん、なんだろうな、本当昔プロップがパスしたところ見たことないじゃないですか、うん、ないない、今はねやっぱり、うん、どんどんそのダブルラインを敷いてて、うん、パスもするし、はい、深いパスよく見る、はい、見るでしょ、はい、どん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 進化したけど戻っていくっていうことは繰り返されてますね、お、うん、だから本当みんなで動き回れってさっき言われたように、うん、フォワードはとにかく何回も何回もどこでも頭突っ込むんだとか、うん、フランカー端から端まで動くんだとか、うん、そんなのはもうなくなりましたね、うんうん、まあね、勝てない時代があってジョン・カーワンがコーチやったけど、うん、彼もどっちかというと体でかいからやってたプレイヤーだから、うんうん、ね、日本のチームではなかったような気がして、うん、ただその後エディ・ジョーンズでしたよね、うん、そうですね、うん、エディ・ジョーンズ体ちっちゃかったから、はい、だからそのちっちゃいやつがこうどう勝つかっていうことをもともとやってたんだね、うん、エディの頃はでもやっぱりあれですね、うん、余らせてトライを取るっていうか走り勝つラグビーでしたからね、日本にあってましたよね、2012年から2015年はそのラグビーですね、うん、あれすごいと思うね、やっぱりあの後半勝つんだ、うん、走り勝つんだっていうことを言い切って、うん、いや僕ら弱いっていうなんか吸い込みみたいになって、ね、うん、後半ガタガタと点取られることがあったんで、うん、やっぱね、後半最後の20分の壁ってありましたよね、思えばでもね、100m で優勝できる日本人いないし、
パワー系で優勝できる日本人いないけど、うん、でもマラソンは金メダルとか出るんだもんね。そうですね、うん、だから思えばそれにかなってて、うんうん、あとは強度でね、どんだけ耐えられるかですね、うん、はい、もうとにかくディフェンスがね、発達してきてるっていうか、どんどん強くなってるので、ああ、やっぱり今はもうキックを使わないと攻略できないってことにしてるなってるじゃないですか。ああ、やっぱ今のジャパンもやっぱスペースにうまく蹴ってそれをチェイスして取るっていう、ああ、うん、これまあ日本ラグビーは永遠にこう走り勝つんだ、動き勝つんだっていうのはこれは変わらないと思うんですけど、うん、その中にやっぱり効率の良さとか、うん、そういうのを入れていかないと、うん、このコリジョンでやっぱり消耗する分は勝てないですよね、うん、ああ、そうなんだ、うん、でもエンジンの時はキック使わなかったでしょ。そうです、ほとんどね。そこから変わりました、うん、そこからまた変わって変わってますね、15年以降が、うん、変わるのちょっと不安だったね。ボール蹴ったら相手ボールになるのいいのかなみたいな。特に、うん、特に日本のファンとか日本でラグビーやってる人って、うん、キックイコールボールを手放すっていう意識が強いじゃないですか。でも、うん、取り返すためにキックをするんだぞっていうのが、うん、まあ、ジェイミーとかの理論だったので、うん、それに慣れるまでにやっぱりうまくいくまでにちょっと時間かかりましたね、うん、最初うまくいってなかったからね。なかったですね、うん、いってなかったね、うん、勝てば勘軍っていうのはあれだけど、うん、いやでも本当そうなんですよ、うん、勝ったら話題もできるしね、みんな集まってくるしね。ああ、で日本代表がやってることが日本中に広がるじゃないですか。広がりますよね。キックパスなんて、うん、今高校生みんなするじゃないですか、うん、小さい子もするでしょ、うん、やっぱこれって日本代表とかがやるようになって、うん、それが成功するしてるし、うん、リーグワントップリーグでやってたのがみんな見て、うん、キックパスみんなするようになったし、うん、ね、し引いてはこうやっぱり海外ラグビーを見る機会がすごくみんな増えてるので、それが入ってくるのが早いですよね。オフロードとかなとかね、ボールもっと大事にしろ、しっかり持っとけみたいなね、フリップパスにも僕ら練習したけどね、そうそうそう、昔ね、うん、ほとんどでも使わなかった、うん、片手になったら怒られたもんね、うん、今こうやってやるもんね、小学生でも、ああ当たりながらね、あれは有効ですもんね、でもね、ああ有効でも、でもそこはあれですね、レミジョセフと、うん、トニー・ブラウンか、うん、チャレンジしましたよね、いろんなことやって、うんうん、だからこうすごいこうオプションが増えたっていうか、うん、攻め幅の広い、ね、うん、チームだったかな、うん、やっぱりワールドカップができて、うん、ワールドカップで勝つのが代表チームって、うん、はい、目標にするんですよね、はい、うん、昔ってやっぱりテストマッチ一個一個詰めて勝つんだ、うん、だったじゃないですか。でも今はここは負けてもワールドカップではいい成績を残すぞっていう、まあテストマッチ自体がそんななかったからね。そうですね、それを目指してっていうのがなかった、うん、しかなかった、うん、今はじゃあそうじゃないもんね、うん、ワールドカップがもう本当にみんなが目指すもん、ね、そうなんですよ。だから新体制になって最初のうちはやっぱり試すんだ、うん、負けてるけど前に進んでるからいいんだっていうのが考え方になってるので、うん、ね、まあ、昔からの考えを持ってるとちょっと物足りないけど、もう一戦必勝でね、テストマッチは負けちゃダメなんだって思ってたのが、ね、まあ、時代も変わったし、変わりましたね。もう試合の数が圧倒的に変わったし、うんうん、だからもうね、うん、年間多い人は一気に10キャップぐらい増えるわけじゃないですか、うん、10キャップ増えますよ ね、 ね、うん、昔はそんなことないですもんね。なかった ね、 ね、僕も13年間やってほとんど出てたと思うんだけど、うん、それでも38キャップ。そうですよね。でも当時は圧倒的に多かったんですよね、うん、その前石塚さんが確か27とかそんな感じですかね、うんうん、ワールドカップが始まって多くなって、もう1大会で全部出れば 4つですもんね、日本でいうとね、もっと先まで行くと5つ6つ7つ行けますもんね、うん、